こんにちは、トヨタです。今日はうぬぼれということについて、ちょっと一つ持論を展開してみたいと思います。私は、ちょっと笑ける話かもしれませんが、すぐにうぬぼれてしまいます。なんかね、もう自分自身でエツに入っちゃって、なんかというような、なんかホワホワした状況がよくあります。だからうぬぼれないためにはこういう思うことにしてます。才能は生まれた時から自然に持っていたもので、私は偉くはないと自分を戒めるということをしていこうと思っています。誰か参考になる方おられたら、ぜひ厳しい人生を生き抜く一助になさってください。ありがとうございました。